こんばんは。あなたの前テレビ、錬金 TV のボスケです。今回はね、短いビデオです。書籍をね、一冊紹介したいと思います。よろしくお願いします。それではね、今回はね、音楽なしで開封します。ということでね、じゃじゃーん、裏でした。これなんですけれど、天体写真家およびタイムラプスクリエイターのね、成沢さんから新たなね、著書がね、発売されましたので、星空写真という名前のね、本です。これね、定価がね、1580円プラス税ということでね、非常にお手頃価格でね、あと、サイズもね、非常にハンドサイズですので、私はね、車の中にね、常時ね、置いておきたいかなと思ってます。まあ、こういうね、写真撮るときってね、必ず車で私行きますのでね、こういうのがね、一冊車の中にあるとね、非常に便利じゃないかなと思いますし。でね、一概にね、天体写真って言ってもね、色々ありますよね。星空の写真であったり、DSO をね、かなりドアップしてね、撮影する写真であったり。著作物なのでね、あまり中のね、内容まではね、びっしりとね、お見せすることはね、できませんがね。ざっと見た感じね、やっぱりね、星景写真だとか、タイムラプス、そういったものが中心でね、書かれている感じがします。まあ、ただね、焦点距離300ミリ程度ぐらいのね、望遠レンズを使って撮影できるような、大型のね、三光星雲だとか、三回星団、そういったもののね、撮影の仕方もね、まあ、例えばね、ポータブル赤道儀をね、使った撮影だとか、そういったものがね、書かれていますし、あとはね、レタッチのテクニックとかもね、書かれているので、特にね、カメラ趣味の方が、今ね、自分のね、お手持ちのカメラと広角レンズ、あるいはね、望遠レンズとかを使って、これからね、星空もね、映してみたいなと思う方はね、かなり参考になると思います。まあ、何せね、成沢先生のね、直伝の書ですのでね、ぜひね、これを買ってみてください。ということでね、今回の動画はね、以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。We'll be right back.